唐津市ニュースの時間になりました。それでは本日お伝えするニュース内容です。唐津くんちの引き山行事を含む山鉾屋台行事がユネスコ無形文化遺産に登録されたことを記念し、5月13日と14日の2日間、ユネスコに登録された九州5つの祭りが一堂に会し、特別巡行が行われました。私は今、唐津くんち11番山、米屋町の主天童寺と源頼光の兜の前に来ています。実はここ、唐津ではなく福岡県なんです。祭り with the 九州と名付けられたこのイベントでは、ユネスコ無形文化遺産に登録された九州5つの祭りの引き山や山笠などが福岡市の天神に集結し、特別巡行を行いました。ユネスコ無形文化遺産には全国で18府県33県の山鉾屋台行事が登録され、九州では唐津くんちの引き山行事をはじめ、福岡市の博多祇園山笠行事、北九州市の戸畑祇園大山笠行事、熊本県八代市の八代妙見祭の進行行事、大分県日田市の日田祇園の引き山行事が登録されています。唐津くんちからは主天童寺と源頼光の兜が14花鳥を代表して出動し、夜の特別巡行を前に、その鋭い眼光と圧倒的な存在感で道行く人々の目を釘付けにしていました。今までの先人の、本当努力で、こういった形になったことは、大変唐津市民としての一人として大変嬉しく、誇らしく思っています。本当これはいいきっかけでございますので、この唐津くんちをしっかりと PR していって、世界の人に見ていただきたいと。唐津一番だっていうことをぜひとも今日はまずは、この、福岡の地に、発信して、そして、日本に発信して、世界に発信して、それから唐津にどうやって、皆さんが来ていただいたときに、唐津がオール唐津のなって、おもてなしをしていくかと、そういう、一日、明日にまでにしたいなと思っております。また福岡市役所西側の広場では、祭りと合わせて九州沖縄の観光や物産、食を PR しようと多くのブースが出展され、来場者は思い思いにイベントを楽しんでいました。特別巡行を前に、九州5つの祭りの引き山や山笠が福岡市役所前に集結し、記念セレモニーが行われ、5つの祭りを代表して博多祇園山笠振興会の豊田寛也会長が、それぞれの我が町の宝が登録を機に世界の宝になりました、九州が祭りのパワーでますます元気になることを願いますと交渉を述べました。午後7時、大勢の見物客が見守る中、特別巡行が行われました。5つの祭りの引き山や山笠が福岡市役所周辺を2周し、それぞれの引き子や担ぎ手が祭りの魅力を最大限に伝えようと、威勢の良い掛け声や囃子、太鼓の音で沿道に集まった多くの見物客を魅了していました。そのうち主天童寺と源頼光の兜の巡行では、唐津くんち本番さながらの迫力あるパフォーマンスで会場を盛り上げ、沿道からもえんやえんやの掛け声が響いていました。イベントには国内外から2日間で延べおよそ18万人が訪れ、唐津くんちの引き山行事をはじめとする九州5つの祭りのユネスコ無形文化遺産登録を祝福しました。名古屋城跡を中心に、有名な武将の陣跡や玄界などの風景、呼子のイカなどの味覚を楽しむ九州オルレ唐津コースの定例ウォークが5月13日、鎮西町名古屋で行われました。
集合場所の道の駅桃山天下市には、市内外からウォーキング愛好家などおよそ40人が集まりました。この定例ウォークは、九州オルレ唐津コースを歩きながら桃山文化をたどる、歴史や玄界などの風景、唐津の旬な食の味覚を楽しんでもらおうと毎月行われています。この日は前田利家陣跡や名古屋城跡、波戸岬などをめぐるおよそ11キロのコースが用意され、参加者はいちごの振る舞いや茶園会月での定茶、イカ三昧弁当などを味わったり、コースガイドの案内に桃山文化へ思いを馳せながらウォーキングを楽しんでいました。日本三大松原の一つ、西の松原の自然を守るための清掃活動、キープパインプロジェクト西の松原クリーン大作戦が5月14日行われ、参加者が心地よい汗を流しました。清掃活動には、市内の中高生や家族連れ、企業などからおよそ300人が参加しました。はじめに主催者の NPO 法人唐津環境防災推進機構カンネのスタッフが、白砂青松の松原を取り戻すために行っている松葉かきや草取りの必要性について説明しました。キープパインプロジェクト西の松原クリーン大作戦は、西の松原の自然や環境を守ろうと唐津環境防災推進機構カンネが定期的に市民に呼びかけて実施している清掃活動です。参加者は懸命に松葉をかき集めたり、草を抜いたりして、およそ1時間、心地よい汗を流しました。この日の清掃活動では、軽トラック8台分の松葉や枯れ枝が集められました。今日は軽トラック8杯分の松葉が集まりました。この後はタバコ農家さんにお渡しをして、タバコの苗床にしたり油かすと混ぜて堆肥として活用されます。その他にもですね、今何かに活用できないかなっていうのを検討していまして、竹の中にこの松葉を詰めて松茸巻きという名前で巻きとして使えないかなということを検討しています。そこでぜひこの薪をですね、使っていただけるモニターさんを探していますので、興味がある方はぜひ声をかけていただきたいと思っています。次回の清掃活動は10月に予定されていて、唐津環境防災推進機構カンネでは多くの参加を呼びかけています。県内有数のお茶の産地の一つである北畑で、5月13日、唐津茶新茶摘み体験フェスタが行われ、市内外から家族連れなどが参加し、茶摘みのほかお茶の葉の天ぷらを味わうなど楽しい一日を過ごしました。集合場所の JA 唐津北畑製茶工場には、市内外から家族連れなどおよそ30人が集まりました。はじめに唐津地区茶業部会の岡本富夫部会長が歓迎の挨拶をしました。このイベントは地場産品の唐津茶の魅力を多くの人に知ってもらい、唐津のブランドを広く PR しようと唐津農業協同組合が毎年行っています。製茶工場の見学で、参加者は刈り取られたお茶の葉の加工工程や機械の説明を聞きながら、あまり見ることのない大きな機械に興味深そうに見入っていました。工場見学の後、北畑市議にある茶畑に移動し、早速茶摘み体験が始まりました。参加者は茶畑に入ると、先端から3枚目までの新芽を丁寧に摘み取り、摘んだばかりの茶葉の香りに顔をほころばせたり、
新芽を口に含み味わったりしながら茶摘みを楽しんでいました。上手上手、よいしょ。いかがですか、茶摘みは。あ、もう初めてで楽しいです。あ、面白いですね。なかなか値段はもう意外と柔らかく簡単に取れるんですね。お茶摘みどうでしたか。面白かったです。取ったお茶どうしますか。おじいちゃんおばあちゃんとかに送ったりする。昼食会場では摘んだばかりの茶葉の天ぷらや唐津茶などが振る舞われ、参加者が唐津の味覚に舌鼓を打っていました。茶の天ぷらどうでした。あ、美味しいな。こんな感じ。サクサクしとる。へえ。すぐ噛める。へえ。いただきます。あ、これうまい、これうまい、これうまいです。うん、お茶の香りしますね。うん、美味しい。飲める？どう？苦い？どんな味？苦い。苦い。美味しか。唐津農業協同組合では唐津茶に親しむイベントを今後も開催していきたいと話していました。ああ、唐津もいい、こんなお茶があるんだなということをですね、一人でも多くの方に知っていただきたいと、そういうふうなイベントに今後も続けていきたいなと考えております。JR 筑肥線の利便性向上を目指す平成29年度筑肥線複線化電化促進規制会総会が5月15日市役所で開かれました。総会には筑肥線沿線自治体の唐津市や福岡市、伊万里市などの市長、並びに市議会議長などで作る規制会の役員7人が出席しました。規制会の会長を務める峰達郎唐津市長は、これからも沿線地域が連携し、利用者の利便性向上に向けて協力していきましょうと挨拶しました。また、来賓の JR 九州唐津鉄道事業部の藤川隆二部長は、これからも今まで以上に利用者の安全性や利便性を高め、筑肥線の活性化に取り組みますと述べました。総会では昨年度の事業報告や決算報告、今年度の事業計画案や予算案などが審議され、すべて承認されました。規制会では今後も糸島から唐津伊万里地域の複線化や唐津伊万里間の電化促進を柱に、唐津駅から福岡空港駅までの直通便の増便や、ホームからの転落事故を防止するホームドアの設置などの要望活動を行いながら、筑肥線の安全性と利便性向上を目指します。平成29年度唐津市民生児童委員連絡協議会の総会が5月16日和多田大通の文化体育館文化ホールで行われました。総会には市内20地区の民生児童委員およそ300人が出席しました。仏庫社に対する黙祷、民生児童委員心情の朗読に続いて、唐津市民生児童委員連絡協議会の吉村博之会長が、委員相互で連携し地域住民と協力しながら、安心して暮らせる地域社会づくりに貢献できる活動を心がけていきましょうと挨拶しました。続いて来賓の峰達郎唐津市長が、今後も市として皆さんが活動しやすい環境づくりに努めていきますと、また中村健一唐津市議会副議長が、
子育てに関する社会全体の環境整備や、高齢者や障害のある方が安心して暮らせるまちづくりのため、今後も努力していきますと挨拶しました。この後、九州大谷短期大学福祉学科の中村修一教授が、地域を支える民生委員・児童委員活動の在り方とその方向性と題して講演し、今の福祉は障害や高齢化の負の側面だけが強調され、社会的に弱い立場にあるから援助するという考え方になっています。どのような状況にあっても、平等で共に生きるという考えで支援していくことが大切です。心の中にある障壁を壊すことが本当のバリアフリーですと呼びかけました。講演の後の議事では、新役員の報告や事業・決算報告、今年度の事業計画や予算などが審議され、承認されました。平成29年度の大津地区戦没者追悼式が5月16日大津交流文化センターで行われ、遺族や関係者が御霊の冥福を祈り、恒久平和への誓いを新たにしました。大津地区の戦没者追悼式には遺族や関係者などおよそ90人が参列しました。はじめに大津地区の373柱の御霊に対して全員で黙祷を捧げました。式典で佐々木大津市民センター長と富田光輝唐津市議会議員が追悼の意を表しました。それは被災型事件を風化させることなく公正と伝えることは、日本の将来のために今を生きる私たちが果たさなければならない責務であります。唐津市議会といたしましても、ふるさと唐津のさらなる発展とご遺族が心豊かに暮らせる社会創生のため、これから3人一つ一つの課題解決に全力を掲げて重責を全うしなければならないと思いを新たにしております。この後、遺族の代表者や関係者が祭壇に白い菊の花を手向け、373柱の御霊の冥福を祈りました。最後に大津地区戦没者遺族会の塚部哲夫会長が、遺族会は戦後72年を迎え、会員の高齢化が進みました、今後も支援をお願いしますと挨拶し、式典を締めくくりました。ニュースをお伝えしました。続いては水曜日のコーナーです。水曜日は市内の風景などをお届けしています。今回は港小学校 3、4年生の田植え体験です。人差し指と中指で挟んで入れる。いいですか？はい。そして去年は3つも4つも植えた人もいたけど、分裂しないので必ず1個ずつでいいですから。はい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 、あれ？
どうですか、田植えは。いっぱい汚れたけど、ちゃんと売れたので嬉しかったです。僕は初めての田植えで、最初は奥深くに足がズボッと行ったと思ったら、ズボッとは行かなかったので、よかったです。今日初めて田植えをしたけど、いつもご飯を食べているけど、今日からとっても美味しく食べご飯を食べたいです。私はじいちゃんたちがやって簡単そうだったけど、実際やってみたら難しかったのでびっくりしました。私は田植えをしてこんなにズボったりするのに、地域の人たちは簡単にしていてすごいなと思いました。
混ぜられると今度は緑のシルバーの作るの大きい方でくるくると混ぜていきます。ちょっと白くなってください。繊維が入っているので白く色が入ると今度は入れてみてそのキャップディスペンサーを閉めていただいてミストになっているので、そしてシュッとまた拭いてもらうとまた違う香りになります。このラベルは、最後のボトルに貼るラベルなので、ご自分の好きな例えば化粧水の名前とか今日の日付とかお名前なんて。すごい可愛くできました。すごいですね、自然で。カラツもこんなに可愛いものがあるんだなと思ってびっくりしました。楽しかったです。香水の作り方が分かりました。え、この成分がこういろいろ分かったのが良かったです。唐津市消費生活センターからのお知らせです。唐津市内でも電子マネー詐欺が発生しています。知人になりすまし無料通話アプリの LINE でアマゾンギフト券、ビットキャッシュなどの電子マネーをコンビニエンスストアで購入して利用番号を教えてくれと要求する詐欺が発生しています。相手の言う通りにコンビニエンスストアでネット上で使える電子マネーを購入し ID を教えて送信してしまいお金を騙し取られるという手口です。アカウントの乗っ取りも考えられます。被害に遭わないために次のことに心がけましょう。たとえ知人や友人であってもネット上で使える電子マネープリペイドカードを購入したりID 番号を教えてはいけません。同じパスワードを使い回したりせず、定期的に変更しましょう。ウイルス対策のアプリを取り入れ、セキュリティ対策をしましょう。慌てて送信したり、電話をかけてはいけません。一度お金を支払うと付け込まれ、何度も請求が来ます。お金をすぐに支払わないこと。プリペイドカードやクレジットカードの番号をすぐに教えないことです。困ったことがあったら、一人で悩まずにすぐ相談をしましょう。相談窓口は唐津市消費生活センター。電話番号は 73-0999。 相談時間は本庁会長日の午前8時30分から午後5時15分までです。土曜、日曜、祝日に相談したいときは、ナビダイヤル、局番なしの188、いやや。または、佐賀県消費生活センター、電話番号0952-24-0999にご相談ください。相談時間は午前9時から午後5時までです。警察への相談は唐津警察署。電話 72-2101。 佐賀県警察警察相談室の電話番号はシャープ9110、または0952-26-9110です。
はようございます。おはようございます。今から茶摘みですけど、どうですか？なんか意気込みありますか？いっぱい取ろうと思ってます。なんか難しそう。面白そうです。面白そうですか？おはようございます。今日はどちらから来られたんですか？花咲。あ、そうですか。どうですか、お茶摘み今からなんか、はい、楽しみです。まあ、昨夜の雨は大変心配したんですけど、まあ、なんとか今日は日差しも出て晴れてですね、絶好のイベント日和になりまして、まあ、なかなか触れ合えることができないこの茶畑の新茶の茶摘みということでですね、皆さんぜひ楽しんでいただきたいと思います。ここで何をするかと言ったら、農家さんが積んでこられたお茶っ葉をここで荷受けをします。お茶っ葉が来ますので、台数で言ったら大体60台70台ここにトラックで生ホームを来られます。蒸気が出て蒸すという機械なんですけれども、これがですね、緑色のお茶、緑茶とかを作る工程において一番重要な過程になってきます。お茶の味を出すようにするためには揉まないといけないんですね。揉んであとはお湯につけてお茶が開いた時に味が出てくるようにしますので、乾燥させないといけないという作業になります。ですのでそういった工程をする機械ですねになります。これが回ってこれで揉むんですけど、その昔やってた手揉みっていうのを意識した作りになっているということですね。でこういう葉っぱがあると一芯ですね、芯がこれですね、一芯の二葉なんで二つの葉っぱなので1、2っていうことで、ここからですねもう簡単にポキってできます。はい、やっぱだいぶ葉っぱでこうなっとんね。摘み放題これ軽く詰めるかな。天気良くなったからね、うん、ガンガン取れてる。茶摘みは、茶摘みは去年ねお茶にしたんですけど、ちょっと難しかった私は、うん、今年はもう天ぷらだけにします。天ぷらをして食べたいです。これも、うん、それもそれも、はい、上手上手、よいしょ。新茶やけんどれもやばいね。家族で参加したんですけど、まあ、でもちょっと天ぷらが食べれるということだったんでちょっと楽しみです。衣装着られて茶摘み体験いかがですか？初めてです。70の記念で似合ってらっしゃる。ありがとうございます。新茶が本当すごく美味しいので、うん、唐津茶もねなんか結構味があってなんか飲むの好きです。はい、自分で煎茶作ります。はい、もう世界に一つのお茶です。いろいろさん、もう元手に行っとってくらいあったらね。これ、塩をパラパラっとかけてて、はい、好きなしこ、はい
お味噌汁もどうぞ。初めて食べるよ。あ、そうですか。これうまい、これうまい、これうまいです。うん。ほんまあれだってね。うん。葉っぱね。葉っぱ。お茶だけどあんまり苦味がない。しかし天気良すぎ。昔の人は難しい。大変だなと思って。おいしいね。甘い甘い。ママこれこのおいしい。うん。あ、おいしい。でも。おいしか。お茶が大好きなんですよ。だから参加しました。何回目かなんですか。2回目です。はい。参加されてどうでしたか。楽しかったです。そうですね、もうまず天候が晴れになったということで、本当イベント日和になってよかったと思います。はい、いつもお茶の入れ方教室とかですね、そういうので、唐津の回らせてもらってるんですけど、そういうこと以外でもですね、こういう実際の茶畑に来てのですね、体験とかですね、なかなか日常できないような体験のイベント企画とかもですね、どんどんして皆さんに来ていただきたいと思います。今年は特にですね、気候が安定してまして、霜の害もなくですね、もう例年以上のですね、うまみたっぷりのお茶ができてますので、ぜひ皆さん唐津のお茶もですね、飲んでいただきたいと思います。5月22日から28日までの特集番組は、唐津のひいな遊び講演会神谷宗旦と唐津を放送します。講師は佐賀県立名古屋城博物館学芸員の久野哲也さんです。放送開始時間は午後1時30分、午後4時30分、午後8時30分です。5月22日から28日までの特集番組の再放送は、唐津学教室、唐津出身の日本の建築家、曽根達三、辰野金吾、岡田時太郎を放送します。講師は一級建築士の大浦浩二さんです。放送開始時間は午前9時30分と深夜1時30分です。5月22日から28日までの各課からのお知らせは、唐津市消防本部消防署からのお知らせを放送します。今回は119番通報を受ける通信指令室の紹介です。放送開始時間は午前6時30分、午前8時30分、午前11時30分、午後3時30分、午後6時30分、午後11時30分です。チャンネル唐津ではできるだけ多くの人に見ていただけるよう各番組を再放送しています。放送時間は司法唐津や市のホームページでも確認できます。ぜひご覧ください。またインターネット動画共有サービス YouTube で1週間分の唐津市ニュースをまとめて翌週に配信しています。チャンネル唐津の放送を見逃した人はぜひご覧ください。視聴するときは唐津市公式チャンネルで検索してください。お問い合わせは市政広報課までお願いします。それではこれで失礼します。